どうも今日もね、木曜日になりましたんで、観葉植物に水やりですね。観葉植物に水やりということで、これですね、まずこれからなんですけど、今日はね、2週間に1回のこう肥料ですね、肥料をやっていきます。これです。これをこう手のひらにこう乗せてですね、でこういう風にやってやると、直接やるとね、ちょっとバーっとこう肥料をやりすぎる形になっちゃうんで、こういう形で肥料を上げていくと。そしていつものように、水をやっていきます。水をやっていくというところですね。ちょっと葉っぱの大きさが見えないかな、こうやりましょうか。こういう感じです。あ、下から水が出てきました、この形を作っていくと、あとはね、自動的にこう上から溢れないようにこう水やりをこうしていくという形になります。だいぶね、前と比べてですね、土をこう上げたんで、ちょっとその土のこうあれが水はけというんですかね、それがこうちょっと前はすぐこうジャバジャバ下から流れてたんが、ちょっとそこまで流れが良くない状態になってますね。だからこの水道からの水もちょっと前よりは少なめにこう上げるというところになりますね。でこの間にですね、こっちの肥料、これですね、これですね、これの肥料やりをします。こういう波がことをやっていくと、ちゃんとこう育ってくれるのかなと思ったりしますね。ちょっとずつねこう上げる。でその間に、こっちですね、ちっちゃいこの100均で買ったね、観葉植物ですね、クルシアロゼアというね、この、観葉植物にも肥料をあげます。これですね、これ肥料をあげていきます。こういう感じです。あ、見えんかな。こういう感じで肥料をあげていくというところですね、そして、あ、結構水はけが良くなる。もうちょっと強めで、ここで変えてみますね。これはほんまちょろっとね、この観葉植物はちょろっとやるという形ですね。でこっちはもう先やってたもんなくなるということです。でまだこれは下から出てきてないですね。ちょっと時間がかかるかなというところですけども、そして、だいぶこう水がちょっと下からちょろちょろっとはこう出てきている形です。この状態をちょっと作ると、これをしている間、僕は、ちょっと、肥料をね、ちょっと置きに行きます。そして肥料を気に入ったというところですね、では次、こっちのこれですね、これに、水やりをします。よし、見えてんのかな、見えてない。
寝てないかな。ちょっと変えますね、アングル。ではちょっとアングル変えました、水やりですね。これに水やりをしているというところで、こうやって下からちょっとずつここから出てるんですけど、分かりますかね。下から水が出てきて、上はちょっともうギリギリ、溢れるギリギリのところですね。で、こういうふうにやっていくと。そして、そろそろ、2回目のね、水やりに行きます。この2回目やるっていうのは僕が勝手にやってるだけで、そのお店の人は2回たっぷりやった方がいいですよとか、そういうのは言ったらへんんですけども、僕の中でですね、2回、だからこれですね、次のこれです。これ2回目、しっかりとこうやった方がいいかなと思ってる。1週間に1回だけなんでね、水やりがね。だからこうたっぷりあげるのがいいかなと思ってこうやってるというところです。そして、前回こう小さくこう葉っぱがあったんですけども、これね、今ね、どっかに引っかかって落ちちゃったから、これは、これありますよね、この。これはまあ新しくこうできてるのかな。これがまた大きくなるのか。これから涼しくなってくると、だんだんこんだけ立派に、生えている葉っぱですけど、これがどんどんなくなっていくと、枯れていく形にこうなっていくんですよね、これがね。夏に向かってはすごいこう育ってくるんですけども、これがだんだんと、育たないように、育たないというか、まあ冬のね、状態。だから冬はそういう形ですね。こちらがどうなるかっていう、冬はちょっと僕これ知らないんでね、冬どんな感じになるかなというふうに思ってます。こっちもね、こっちはあんまり、これに関してはね、クルシアロゼアですか、クルシアロゼアに関してはあまりこう、よく分かっていない感じですね。あ、ちょっとこれ上から溢れてるんで、ちょっと緩めます。ちょっと、これぐらいかな。緩めて、上から溢れたら全然意味がないんでね。全然それは、水が無駄になるというところなんで、ちょっと緩めていきますね。ということで、まあ、あと、この観葉植物とクルシアロゼアと、これをもう一回2回目をやるという形で、今回の、今週の観葉植物の水やりは終わるということですね。ということで、以上となります。ありがとうございました。